にちは。宇都宮ブレックス専属チアリーダーブレクシーの静香です。同じくブレクシーの光です。新型コロナウイルス感染症が流行して自粛生活が続いているところですが、皆さんの生活はどのように変化しましたか？動画を見ている方の中には、自粛期間が長引くことで外出や運動が思うようにできず筋力の低下などを感じている人がいるのではないでしょうか。運動不足による機能低下を防ぎ、いつまでも健康でいられる体づくりのために、自宅で一人でもできる簡単な運動をお伝えします。私たち宇都宮ブレックスも試合が中止になるなどの影響がありました。私たちも外出自粛の影響で運動する機会が減ってしまっています。さあ、これから一緒に体を動かしていきましょう。今日のメニューは、自宅でも簡単にできる体のストレッチと頭と体を一緒に動かすリズム体操の2種類です。まずは運動の前に7つの注意ポイントをご紹介します。1、持病のある人はかかりつけ医の先生に相談しましょう。2、体調が悪い時は運動をやめましょう。運動の前、途中でも体調が悪ければ中止しましょう。3、呼吸は止めないようにしましょう。息を止めて運動を行うと血圧が上がってしまいます。4、無理をしないようにしましょう。紹介する運動の回数はあくまでも目安です。体調や体力に応じて調整しましょう。5、水分補給を心がけましょう。高齢になると脱水状態になりやすくなりますので、喉が渇く前に水分を補給しましょう。6、ゆっくりと動かしましょう。転倒を防止するためにも複雑な動作や素早い動きは避けましょう。7、最後のチェックです。椅子を使うときはしっかりした椅子を安定した場所に置いて使いましょう。では、すがすがしい気分で運動を始めましょう。また7つの注意ポイントを守りながら、体調が優れないときは運動をお控えください。皆さんこんにちは。ブレックススクールのスクールコーチの田村です。今日は一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ではまず手首のストレッチを行っていきましょう。右手を前に出してください。そのまま指先を下に向けて、反対の手で指先を掴んで自分の方に引っ張っていきましょう。これをまずは10秒数えながらやっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 10秒できたら、今度は反対の手も同じように行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい、 OK です。では次に肩のストレッチを行っていきたいと思います。まずは右手を伸ばして自分の左側に持っていきましょう。左手でその右手を下から抱えるように腕を作って、自分の、背中側に引っ張っていきましょう。この時に右の肩の付け根が伸びているかを意識しながら、10秒間これをキープしていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では反対も一緒に行っていきましょう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。では次ですね、脇のストレッチを行いたいと思います。まずは右手を上に上げて、自分の左の耳を触るように手を曲げていきましょう。そしたら左手で右肘を抱えてください。そのまま伸ばして手を外側にするように横に倒れていきます。それも同じように10秒間数えていきたいと思います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で
では同じように反対側もやっていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。はい、では次に腸腰筋、足の付け根のストレッチを行っていきます。この腸腰筋をしっかり伸ばすことで、動く時の動作、階段を登るであったり歩く時の動作にすごい必要な筋肉をしっかりと、ストレッチさせることが大事になってきます。伸ばしていきたいと思います。まずは皆さん椅子を準備してもらいます。はい、そのまま椅子の方に向かって、まずは背もたれに両手をついてください。お互いに左足を後ろに伸ばしてください。この姿勢が取れたら、伸ばしている足の膝を床ギリギリまで下げてもらう。前にある膝は90度まで曲げれるのが理想です。この時に痛すぎて無理をして行うのは良くないので、痛い場合には膝を上げてもらう。大丈夫な方は膝をつきながらやってください。ではこのまま10秒間キープをしていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では同じように反対の足を出してください。はい、この時に伸ばしているところを意識しなくてはいけないのは足の付け根ですね。ここをしっかり伸びているか、意識をしながら10秒数えていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。ではストレッチに関しては痛くないところでしっかりゆっくり伸ばしていくことが大切になりますので、無理をしすぎないようにやっていきましょう。はい、それではリズム体操を行っていきたいと思います。このリズム体操に、関しても体の動作だけでなく頭、脳を使うことで、普段行わない動きや刺激を入れていきたいと思います。はい、それではまず簡単なものからいきたいと思います。両手を前にして出してください。この時に最初手はパー、準備をお願いします。これで自分の口でグーパーグーパーと言いながら、同じように手もグーパーさせていきましょう。では16秒やっていきたいと思います。せーの、グーパー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 。はい、 OK です。これは皆さんどうですか、簡単にできますかね。では少しレベルを上げていきます。動きは同じです。手はグーパーグーパーの動きをしていきます。でもこの時に今度は口で逆のことを喋っていきたいと思います。手は最初前のパーをお願いします。せーので、グーに変わります。その時に口ではパーと反対のことをやっていきたいと思います。それでは準備お願いします。パーからいきます。せーの、パーグー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 。はい、 OK です。どうですか、少し難しくなりましたね。これもまずはゆっくり行っていきました。これに慣れてきたらこのスピードを少し上げながら挑戦してみましょう。それではまた少しレベルを上げたリズム体操を行っていきます。次は先ほどのリズム体操よりも動きが大きくなりますので、周りに注意しながら一緒に行っていきましょう。まずは右手を外側に伸ばしてグーの手を作ってください。左手は自分の胸の前でパー、胸を触っていきます。これで僕がせーのと言ったら手を入れ替えていきます。せーの、入れ替える、せーの、入れ替える、せーの、入れ替える、せーの、入れ替える。はい、このように外側にある手はグー、自分の胸の前はパーの手を作っていきます。これも先ほどと同じように16秒かけながらずっとやっ
ていきたいと思います。では準備をお願いします。右手がグーいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、ありがとうございます。次にボールを使ったリズム体操を行っていきたいと思います。まずはボールの準備、そして椅子に座った姿勢を作っていきましょう。しっかりと両手でボールを持ちましょう。持ったボールを膝上でバウンドさせるようにボールを動かして、これを16秒間連続で動かしていきましょう。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、 OK です。では次同じように動いていくんですが、1、2、3、2、2、3、リズムが少し変わっていきます。今度は1、2の時は膝をトントン、3の時にボールを前に伸ばしていく動きを入れていきたいと思います。はい、では準備をお願いします。これも4回前に伸ばす動きをやっていきましょう。せーの、1、2、3、2、2、3、トントン前、あと1回トントン前。はい、OK です。では次動きは同じようにボールを自分の上に伸ばしていく動きを入れていきたいと思います。これも同じように4回やっていきましょう。せーの、トントンセ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 。はい、 OK です。じゃあ今度は上をやったので下のボールを伸ばしていきたいと思います。これも同じように4回やっていきましょう。せーの、トントン下、トントン下、トントン下、1回トントン下。はい、 OK です。今度は上下前をやりましたので、右左にもボールを伸ばしていきます。この時に外側にボールを出す時には片手で物を持ってもらって、横もしくは前に伸ばす動作をやっていきましょう。はい、では準備お願いします。せーの、1、2、3、2、3、2、3、2、3、2、3、2、3、2。はい、では右をやったということは次は左です。同じように左もやっていきましょう。ではせーの、トントン左、トントン左、トントン左、あと1回トントン左。はい、 OK です。では最後ですね、今やった順番で一周を行っていきます。一番最初は前、次は上、次に下、右、最後に左と、今度は5回連続やっていきましょう。では準備をお願いします。いきます、せーの、トントン前、トントン上、トントン下、右行きましょう、トントン右、最後左、トントン左。 OK です。ではもっと一番をします。今度は逆からいきたいと思います。左、右、下、上、前、先ほどと逆の順番で行っていきましょう。せーの、トントン左、トントン右、トントン下、次上、トントン最後前、トントン前。はい、ありがとうございます。拍手をお願いします。はい、これ簡単にできた方は今のリズムよりも早くトン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 動かすことにも挑戦していきましょう。お疲れ様でした。汗をかいたと思うのできちんと水分をとってください。家の中で毎日少しでも運動を続けることは健康維持のためにとっても大切です。家の中で一人でも今の運動を思い出し体を動かすことを心がけてください。ブレックスアリーナ宇都宮で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。引き続き宇都宮ブレックスの応援をよろしくお願いします。せーの、ゴー